アーロン・マーシャル・トンプソンはアメリカ合衆国ニューメキシコ州サンタフェ出身のプロ野球選手。現在は独立リーグであるアトランティックリーグのシュガーランド・スキーターズに所属。2005年の MLB ドラフトでフロリダ・マーリンズからドラフト一巡目指名され11月6日に契約を結びプロ入りを果たした。参加ルーキーリーグのガルフ・コーストリーグ・マーリンズでは8試合に 先発登板し、2勝4敗、防御率4.50、41奪三振を記録した。参加ショートシーズン A ジェームズタウンジャマーズでは、5試合に先発登板し、1勝2敗、防御率3.10、17奪三振を記録した。2006年は参加 A グリーンズボログラスホッパーズでプレーした。同年は24試合に先発登板し、8勝8敗。 防御率3.63、114奪三振を記録した。2007年は、参加アドバンスエイジュピターハンマーヘッツでプレーした。同年は、20試合登板し、4勝6敗、防御率3.37、84奪三振を記録した。2008年は、参加ルーキーリーグのガルフコーストリーグマーリンズで2試合に、先発登板した。参加 AA。 カロライナマッドキャッツで16試合に先発登板し2勝5敗、防御率5.62、53奪三振を記録した。2009年はまず3回 AA ジャクソンビルサンズでプレーした。ここでは20試合に先発登板し5勝9敗、防御率4.11、75奪三振を記録した。2009年7月31日にニック・ジョンソンとのトレードで ワシントンナショナルズへ移籍した。移籍後の8月4日に、参加 AA ハリスバーグセネターズへ移動された。ここでは、6試合に先発登板し、0勝3敗、防御率3.31、27奪三振を記録した。オフの11月19日に、ナショナルズとメジャー契約を結び40人枠に、登録された。2010年3月15日に、 参加 AA ハリスバーグへ移動された。4月24日に参加 AA シラキュースチーフスへ昇格し、1試合に先発登板した。4月25日に参加 AA ハリスバーグへ降格した。最終的に参加 AA ハリスバーグでは26試合に先発登板し、4勝13敗、防御率5.80、95奪三振を記録した。 オフの10月13日に40人枠外となった。2010年12月13日にウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2011年3月14日にサンカ AAR とウーナカーブへ移動した。6月24日にディフェとなった。6月30日にサンカ AAR とウーナへ降格した。8月10日に 参加トリプル a インディアナポリスインディアンズへ昇格した。8月24日にメジャー契約を結びメジャーに昇格した。同日メジャーデビューを果たした。8月25日に参加トリプル a インディアナポリスへ降格した。9月6日にメジャーに昇格した。最終的にメジャーでは4試合登板し、0勝0敗、防御率7.04、一奪三振を記録した。 参加 AA、A、インディアナポリスでは5試合登板し、1勝0敗、防御率2.84、10奪三振を記録した。参加 AA、A、では28試合登板し、4勝7敗、防御率5.16、51奪三振を記録した。オフの11月1日に参加 AA、A、インディアナポリスへ降格した。11月2日に FA となった。 2011年12月11日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2012年6月3日に三回 AA ニューブリテンロックキャッツへ移動した。同年は22試合登板し、3勝8敗、防御率5.23、45奪三振を記録した。2013年4月3日に7日間の故障者リストに登録された。4月17日に復帰した。 参加 AA、A、ニューブリテンでは11試合に登板し、0勝1敗3セーブ、防御率0.61、11奪三振を記録した。5月18日に、参加 AA、A、ロジェスターレッドウィングスへ昇格した。ここでは31試合登板し、3勝2敗6セーブ、防御率3.48、42奪三振を記録した。オフの11月20日に招待選手として、 スプリングトレーニングに参加することとなった。2014年は開幕を参加トリプル a ロチェスターで迎えた。8月31日にメジャー契約を結んだ。3年ぶりにメジャーで登板した。最終的にメジャーでは7試合に登板し、0勝0敗、防御率2.245、6奪三振を記録した。参加プル a ロチェスターでは46試合に登板し、 3勝3敗3セーブ、防御率3.98、51奪三振を記録した。2015年3月31日に、参加 AA、A、ロチェスターへ降格した。4月3日にメジャーに昇格した。7月7日に、参加ロチェスターへ降格した。最終的にメジャーではメジャーでのキャリア最多41試合に、登板し、1勝3敗、防御率5.01。 17奪三振を記録した。参加トリプル a ロチェスターでは21試合に登板し、1勝1敗、1セーブ、防御率3.71、11奪三振を記録した。10月21日に40人枠から、外れトリプル a 級ロチェスターに降格した。10月23日に自由契約となり、11月30日にマイナー契約で、ツインズと再契約。 2016年4月1日に解雇となる5月6日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約ありがとうございます